こんにちは、日本気象協会の小野寺那智です。前回の東日本編に引き続き、今回は西日本編のお祭りをご紹介します。西日本のお祭りは東日本とはまた違った特徴がありそうですね。まずは中部支社から紹介していただきます。中部支社よろしくお願いします。中部支社からは私奥村と山口です。私たちは今名古屋駅近くの大名古屋ビルジングのひまわりスカイガーデンにやってきています。ひまわりとっても綺麗ですよね、うん、私たち本当は岐阜県の郡上八幡に行く予定だったんですが、本日大雨となってしまったので今日はここからお伝えします。さあ今回中部支社が紹介するのは日本三大盆踊りの一つ郡上踊りです。郡上踊りは江戸時代から400年にわたって歌い踊り続けられて、風流踊りの一つとしてユネスコ無形文化遺産にも登録されたんです。その郡上踊りですが、開催される期間がとっても長くて、7月15日から9月9日までの31夜行われます。でさらに特徴的なのが8月13日から16日までの4日間、徹夜踊りというのが行われて、8時から明け方まで夜通し踊り続けることが特徴です。開催される期間が長いので、今日みたいに大雨や台風で中止になってしまったとしても、うん、参加するチャンスが多いっていうのが嬉しいポイントですよね。今年は4年ぶりに通常開催ということで、30万人の人が来ると見込まれています。この動画が公開される頃には本格的な夏がやってきていると思います。この夏、郡上に訪れてみませんか？続いては関西支社お願いします。関西支社からは大阪の夏の風物詩天神祭りを紹介します。こちらは大阪市北区を流れる旧淀川の大川です。天神祭りはこの大川の近くにある大阪天満宮で1000年以上続く疫病退散を祈願したお祭りです。天神祭りは京都の祇園祭り、東京の神田祭りとともに日本三大祭りの一つと数えられ、7月の24日や25日になるとこの辺りの一帯に100万人を超える大勢の人が詰めかけます。お祭りは7月24日の夜宮、25日の本宮と続き、25日の昼は神輿などの行列が練り歩く陸渡御、夜は100艘余りの奉納船が川を行き交う船渡御があり、およそ3000発の奉納花火が打ち上がります。川面に映る船のかがり火や提灯の明かり、川の上に打ち上がる花火が幻想的で、火と水の祭典とも呼ばれています。取りやめられていた船渡御や奉納花火が4年ぶりの開催となり、屋台も帰ってきます。毎年楽しみにしてきた天神祭り、2019年以来の完全な形でのお祭りの復活に期待が膨らみます。このほか8月5日には大阪市でなにわ淀川花火大会が、8月8日には滋賀県で琵琶湖大花火大会が開催されます。琵琶湖大花火大会も4年ぶりの開催で、この夏の関西は各地で盛り上がりそうです。それでは九州お願いします。小郡市にある乳輪寺です。9月30日まで風鈴祭りが行われています。ご覧ください。願い事が書かれたおよそ数千個の風鈴が境内に飾られています。涼やかな音色が聞こえますね。私も願い事を書きました。穏やかな天気に恵まれますように。そしてこちらはカエル寺の愛称でも親しまれています。およそ1万数千体のカエルの置物で境内が埋め尽くされています。こちらのカエルの口をくぐると若返って、悪いことを良いことに変わるそうです。ではくぐってみます。妙義林寺カエル寺の風鈴祭り、ぜひお越しください。皆さん、西日本編のお祭りリレーいかがでしたでしょうか？素敵なお祭りたくさんありましたね。西日本は僕あまり行ったことがないんですけど、このお祭りのために足を運んでみたいなっていうふうに思いました。また最新の天気予報は天気 JP のウェブアプリで確認することができます。
皆さんぜひ活用して素敵な夏のひとときを過ごしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。